ねえねえ、来週は与那国島に行くんですよね。ゆかりさん、おはまっちょ。そうなの。ここ最近夫の仕事が忙しかったからね。久しぶりの旅行にウキウキよ。ねえ、その旅行私も一緒に行きたいんですけど、ダメですか？私も綺麗なダンヌ浜で写真撮りたいんです。あら、それはダメだわ、ごめんね。そんな、お願いします。私どうしても一緒に旅行に行きたいんです。今回は家族旅行だからね、家族だけで過ごしたいのよ。ゆかりさんもまた今度ママ友旅行とかで一緒に行きましょう。それだと他の人と同じじゃないですか。そうよ、他の人たちもみんなで一緒に旅行を楽しみましょう。それは嫌なんです。あら、どうして？だって私、トキコさんに憧れてるんです。だからトキコさんの家族と一緒にいて、私も家族の一員みたいになりたいんです。あら、私に憧れてくれてるの？ありがとね。だってトキコさんってハイパーマッチョじゃないですか。めっちゃかっこいいですよね。それに料理の腕もプロ級だし、家事もパーフェクト。大きな家なのにいつ行ってもピッカピカで、すごいですよね。私にとって家事や料理も筋トレみたいなものだからね。家事はパワー、マッチョパワーで日々楽しくこなしてるのよ。かっこいい。やっぱり私、トキコさんに一生ついていきたい。トキコさんこそが私の星。なら、まずは筋トレしないとね。筋トレならいくらでも教えるわよ。あ、それ、1マッチョ、2マッチョ、3Cがなくて、ゴリマッチョ。私はマッチョになりたいんじゃなくて、マッチョに守られたいというか。あら、そうなの？でも、筋肉があると守られてる気分になるわよ。筋トレ最高。とにかく絶対に行きたいんです。お金のことがあるから無理だなって思ってたけど、忘れてた通帳を見つけてお金も下ろせたんですよ。だから一緒に行きたいんです。一緒に行きたいって言ってくれるその気持ちはとっても嬉しいのよ。じゃあ連れて行ってくれますか？でもね、今回は家族旅行なのよ。それもね、夫と子供と私だけで行くから、みんな気合が入っているのよ。今度一緒に行きましょうね。やだやだやだ、絶対に行きたい。そんな子供みたいなこと言っても、ダメなものはダメよ。こんにちは、私の名前はトキコ。毎日筋トレを欠かさない専業主婦よ。筋肉こそマイパワー。そんな私がこよなく愛するもの、それは家族。日々家族に対する愛があふれて止まらないのよ。そんな大切な家族と与那国島旅行に行くことになったのだけど、ママ友のゆかりさんがどうしても一緒に行きたいって言ってね。もちろん断ったのだけど、現地で待ち伏せしていて本当にびっくりしたわ。トキコさん、もうお部屋に荷物置きましたよね。ほらほら、一緒に観光行きましょうよ。今日はどんな食事にするんですか？私一緒に食べたいな。与那国島現地まで来たら逃げられないでしょ。嫌がってもついていくから無駄ですよ。ロケットマッチョツアースタートよ。え？トキコさんたちどこに行ったんですか？てか、お子さん含めて足が速すぎて一瞬で見えなくなったんですけど。そりゃそうよ、私と夫は陸上で全国大会優勝してるからね。うちの子もひまわり組代表よ。いや、それにしても早すぎでしょ。ロケット並み？まあ、体でかいからね。その分早く進むんじゃない？そういう問題じゃないでしょ。見つけた。トキコさんたちようやく追いついた。残念ね。もう上がり咲灯台に移動するわよ。え、ちょっと待って。高速で消えないで。どこ、トキコさんたち、どこにいるの？やっと灯台に着いたんだけど。え？もう日本最西端の石踏みにいるわよ。はあ？なんで東から西にいるの？嘘でしょ。だって、もういるんだもの。待って、私も今タクシーでそっちに行きますから。くー、お金そんなに持ってきてないのに。あ、でも次はまた違うところに行くわよ。お願いだからじっとしていてください。それはできないわ。私たち夫婦の愛の炎は誰にも止められないのだから。うっほほー。いや、うっほほにハートつけないでくださいよ。あー、目の前をバスが通っていた。もう何なのよ
今度はどこですか？それがね、日本最西端の石踏みで写真撮るの忘れちゃってね、また戻ってるのよ。まったくうちの夫ったらおっちょこちょいよね。ま、そんなところも愛してるんだけど、うぽ。照れ方が独特。どうしてこうなるの？私はただ時子さんと一緒に旅行がしたいだけだったのに。そうね、私もゆかりさんと一緒に旅行したいわよ。じゃあどうして一緒に回ってくれないんですか？だって今回は家族旅行だもの。とてもシンプルな理由よね。でも私のことを気遣ってくれてもいいじゃないですか。それはノーよ。え？いつだって私にとって一番愛するべき存在は家族だからなのよ。のよのよ。エコーかかってる。もしこれがママ友旅行だったら、私はみんなに合わせてゆっくり観光するわ。でも今回は愛する家族との家族旅行だからね。逆に考えると私も自身を解放できる時間なのよ。ああ、家族って素晴らしいわ。自身を解放？そうよ。普段は筋肉を 20% くらいで抑えているんだけどね、家族と一緒の時は 100% 解放できるのよ。トグロ？よくわかんないけど、私のマッチョパワーは家族と一緒にいる時や家族のために何かをしている時に最高になるのよ。ああ、家族の愛と筋肉って素晴らしいわ。どうしてこうなるのよ。筋肉が足りないのよ、筋肉が。ただいまっちょ。いやー、ロケットマッチョツアー最高だったわ。ちなみに与那国島にはいろいろな交通手段があって、レンタルサイクルや電動自転車なんかもあるのよ。ゆかりさんは勘違いしていたみたいだけど、私だって自転車に乗って旅行してたのよ。まあ一人だったら全て走ってたけどね。もう本当に旅行は最高だったわ。助けて、時子さん助けて。あれ、ゆかりさんどうしたの？時子さんのせいですからね。どこの筋肉にも覚えがないのだけれど。それですよ、筋肉です、筋肉。時子さんが筋肉が足りないって言うから、私ジムに通い始めたんですよ。そのせいです。筋肉も足りないけど説明も足りないわ。ジムに通い始めたら、そこで知り合ったおじさんがしつこくついてくるようになったんですよ。ジムでもずっとついてくるし、おまけにジムの後のカフェまでついてきたんです。最悪でしょ。プライベートな時間に干渉するなんてありえない。何ですか？うちの家族旅行に便乗しようとしたゆかりさんにも同じことが言えるんじゃない？我が家のプライベートな時間に干渉しようとしたわよね。あ、ここまで見事な因果応報があるとは。ハイパーゴリマッチョな私もびっくりだわ。でも私は時子さんが好きなだけで、迷惑かけようなんて気持ちは。その人もそうかもしれないわよ。ゆかりさんに迷惑かけようなんて気持ちがなくて、ただ好きなだけかもしれないじゃない。うわ、もしかして私ってめちゃくちゃ迷惑だったりします？割と迷惑ね。あの聖母時子が迷惑って言うなんて。私前にも言ったと思うけど、お友達として一緒に時間を過ごすなら全く問題ないのよ。でも私は自分の家族をとにかく愛しているからね、何よりも家族を一番大切にすると決めているのよ。のよのよ。エコーがかかるくらい大切なんですね。私負けました。いいえ、こんなことに勝ち負けなんてないの。あるのはね、愛だけよ。そう、全ては愛、筋肉、そして溢れんばかりの愛なのよ。すみませんでした。私も筋肉と愛に誓います。そうよ、まずは筋トレよ。こうして筋トレに目覚めたゆかりさんですが、なかなかしつこい男性に目をつけられてしまったみたい。結局遠く離れた土地に引っ越していきました。残念だけど、またどこかで会えるわよね。遠い地に行っても筋トレを忘れないでちょうだいね。さて、私は夫のお弁当用に新メニューでも考えようかしら。もちろんキッチンでも筋トレを欠かさないわよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。
チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。